こんにちは、ブルーホースです。本日もデトロイトやっていきましょう。そうか、しまったね。前回パートコナーが銃ぶっ放してダニエルを撃ち落としたっていうところで終わったけど、そういえばオープニングが始まるのって第2パートからだったんだ。あ、第2パートだ。コナーが終わってからだったんだ。しまったしまった、忘れてた。ちょっとしばらくムービーシーンが続くので、マーカスのパートが始まるまではちょっとプラプラとね、おしゃべりをしておくとしています。今思えばあそこにズラトコいたんだね。あ、ズラトコじゃねえや、トトいたんだね。これどこのお店なんだろうな。マーカスが襲ったお店の一つだったりするのかな。やっぱりすごいキョロキョロしてるけど、やっぱ2年間で、80万、まあ、85万、この頃が1ドル当たり100何円なのかって分かるんですけど、まあ、仮に120円とかだと思ったら9000円だったら90万とか、2年、まあでもそうだよな、自分たちの代わりにいろいろやってくれるってことを考えたら90万っていうその投資はありなのかもしれないけどね。どう思います皆さん。この頃にその日本がどのくらいに給与が手元に入るかですよね。何があったんだ、何があったんだ、それはね、もうこの人にボッコボコにされましたからね。まあトットもね、いろいろあったからね。まあさすがにちょっとあんまりにも先回りしたことを言いすぎると、あの2週目から見てる人ももしかしたらいるかもしれないので、まあその場合は、ちょっとネタバレになっちゃいます。でもそういう人はね、ぜひ1週目を見てもらえたらと思うんですけど、とにかくカーラが可愛い、アンドロイドだけどカーラ可愛い。てかカーラの元ネタになった人の画像がウィキペディアに載ってたんですけど、めちゃめちゃ美人ですね。ですごいちょっと幼い顔してるんで、僕よりもいくつ上だったかな、4つか5つくらい上の人なんで、もう今33歳くらいの人なんですけど、だいぶ、可愛い顔だったよね。まあああいう人たちがね、40、50とかになってたら、やっぱり日本人の人、日本人のその何て言うんだろうな、人ってこう長く美しいっていう感じがするんでね。もう当然めちゃくちゃ美人っていう人も日本人でもいるけど、やっぱり長く美しい人たちっていうのもたくさんいるっていうのもまた事実で、芸能人仲間さんもそうだけど、やっぱ外国の人たちってなんかね、衰えるのが早いっていう話はよく聞くよね。特になんかロシアなんかは本当に40、50でもうなんか杖を持ったらなんかいろいろ出しそうな人目になるみたいな、そういう話とかね聞いたりするけど、あれは何が原因なのかな、ロシア人の人たちのね、やっぱ食べ物が一番の原因だみたいな話なんだけど、健康志向って言ったら確かにアメリカとかは、もしどうやったらそんなサイズのお尻になるのみたいな人たちもたくさんいる一方で、やっぱり健康志向が高まってるから体ムキムキとか、すごい引き締まったボディを持ってる女性とかもすごい多い。ロサンゼルスとか行って公園とか散歩してたら、本当に何だろうな、スポブラとほぼハーフパンツ、ハーフパンツじゃないかなって言ったら、ショートパンツみたいなので、すごいキュッと締まった体で歩いてる女性の人たちとか何人もいたからね、うん、すごい目移りしちゃったんだけどね、うん、その時はもうすでに、あの時はギリギリ既婚者じゃなかったのか、うん、入籍する直前だったからね、政府、まあ、別にその人たちに手を出したっていうのは実際ないから安心してもらえたらと思うんだけど、ということでね、早速ですが、ちょっと長くなりましたが、前段がね、パート2が始まるというところだったので、やっていきましょう。はい、この時点ではこの彼の名前っていうのは明かされてないんですけど、一応先に名前を教えておくと、マーカスキャラですね。これは読んだことがあるのかな、アンドロイドの秘密読んだことがあるかと思うので、まあ、さらっとやって、でこれ僕読んじゃってたんですけど、2週目じゃないや、始める前にギャラリーの方、ギャラリーじゃない、特典の方ですね、見てると、これ一度こうやって手に取ったらなんか解放されるっぽいので、今回2週目は読んだか読んでないかもあんまり覚えてないから、もうちょっと飛ばします、飛ばしていくことにしますね。はい、で、ベリーペイント店に行くっていう話なんだけど、特になんか調べられそうなところがないかな。OK、象の公園があるね。はい、めっちゃ走ってる。
こういうのどかな雰囲気いいよね。こういう公園が近くにね、家の近くとかにあったらいいんだけど、めっちゃ息切れ。おい、水を。おお。19キロ走りました。すげえ。27キロも走る。はあ。え、なになに。ああ、女性とぶつかりそうだった。セクハラです。付けた方がいいんじゃない。で、バン。禁止アンドロイド、アンドロイドを破滅させよう、私たちの国のアンドロイドを破滅させよう、 We want jobs。 なるほどね、仕事をくれって言ってるよな。あ、なんか反対があるね。ここ見たことなかったかな。ここあれだよね、壊さなかった。なんか壊すあれじゃないかな。まあいいか、信号、信号が青のうちに渡ってしまう。めっちゃプーって言われてる。GPS を使う。ああ、そういうことね。GPS を使うのはいいけど、他に何か調べられるものは特になさげかな。はい、あ、ちょっと待って待って。なんか、すごい、すごいなんか画像がブレる。おじさん大丈夫？秋とはいえ、寒いよ。もしもーし。もしもーし。そう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 。あいつね、もう一周目の時に、このおっさんがね、すごいね、絡んでくるっていうシーンあった。あ、ちょっと待って。あ、ずらっとこっこいいのがいる。あ、違うな。あら、違うか。はい、めっちゃ喋ってる。ベラ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 してる。はい。とりあえずもゴールパートはサクッといきたいけど、あ、運んでる。もうなんかアンドロイドというかさ、まあアンドロイドもだけどさ、あえてドローンが物を運ぶようになってきたら、いよいよさ、まあどのくらいのバッテリーが持つかっていうのもすごい気になるところだけど、もう物流とかも多分仕事として厳しくなってくるよね。あ、例えばその、なんとか市、その市の中とか、あるいはもうもっとその範囲を広げて都道府県内なら、どこでもその物を運べますみたいな状態になってたとしたら、もうね、人の手なんかいらないからね。さすがにその県をまたぐとか、ね、国をまたぐみたいなんで、そのバッテリーの都合上、そのドローンだけで運ぶとかっていうのは難しいのかもしれないけど、軽いものとか近い距離とかだったら、もう多分人の手いらなくなってくるよね。Please confirm payment。じゃあ払いましょう。63ドル99セント。Payment confirmed。支払いを承認。Transaction complete。手続き完了。じゃあ、ありがとうございました。かっこいいよな。おぼ、ありがとう。じゃあねー。さてさて。じゃあ帰りましょうか。RB でカメラのアンプを変える。あ、そういうことか。あれ、俺 RB 押しただっけな。押してなかった気がするけどな。さっきカメラがブレブレになって、あれどこ、あれどこみたいになってた。じゃあバス乗って帰ろう。特に調べるっぽいところもないし、ベディエム、もうなんて書いてるかもわからへん。ニードなんとかし書いてるかわからない。シャツすっごく似合ってる。特に調べるところはない。アンドロイド、本当やるべきときは、それじゃ俺来てる。今だ、求めるものは、調子乗っちゃって、やるべきものは調子乗っちゃって。もう誰が何のこう会話をしてるのかっていうのは全然聞こえないね。購入済みのアンドロイドはアクセス不可、残念。そうだそうだ、今すぐ禁止状、そうだそうだ。ハンドワーク、ハンドワーク、フリータイムフォーユー。おー。なんかいろいろあるね。あ、これノースじゃね？バス停はこっちではない。バス停どこ？あれ？バス停どこだったっけ？あー、めっちゃ過ぎた。バス来てるの。じゃあ乗りましょう。ほい。国民に仕事を。まあこうやってさ、分けてる時点でさ、もう物として扱ってるっていうのも、なんか、見えてるか、バレバレというかね。厳しいところだよね。マーカスだけすごい人間らしいけどさ、後ろのアンドロイドとかなんかも正気を失ったような目してたよね。
まあ、特に選択肢のないゲームあのパートだったかな、これは。うん。ということで、あれ？あ、全然解放してないのもあったね。デモ隊からそう逃げるっていうのもあったけど、あ、しまった。ホットドッグの屋台を見た先に何かあったんだ。で、あと何かあったんだね。やっぱりもうちょっと、あれだね、詳しく見てった方が良かったのかもしれないね。うん。そうそう。前回は選挙士に罵られたりとか、デモ隊から、もう嫌がらせってレベルじゃない。ただひたすら一方的に暴力を受けるっていうね、ワンシーンがあったんで、まあ、ぜひね、あの、パート2を見てもらえたら嬉しいかなと思います。しまった。二つまだ解放してなかったね。やっちまった。はい。ということで、まあ、もしかしたら裏でやってるかもしれないです。ということで、パート2、2週目パート2はね、以上とさせてもらいます。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。